13日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日の終値に比べて179円70銭安い1万6466円64銭で終われています。今日のオプション SQ の推計値が1万6845円でありまして、今日のこれまでの高値6804円でありますので、オプション SQ 値の方が今日の午前中の高値の上にあるという幻の SQ 値となっています。トピックスの方も下落であります。12.39 ポイント下落し 1324.88 で午前の取引を終えました。日経平均株価のチャートをご覧いただきたいと思います。こちらであります。今日はまあ概ね昨日のレンジ程度での小動きであります。今日高寄りしたんですけども、ずるずると売り物に押されるという状態であります。午前中の終値の段階では25日線この緑色の線を割り込んでおいています。SQ 値に今日の午前中の高値がまだ届いていないということで、上の方にある幻の SQ 値ということであります。こうした中で、週末ということでなかなかポジション取りづらいというところもある模様ですけども、決算関連で売ったり買ったりという動き相変わらず続いています。まず決算関連で売られている方の銘柄です。9433KDDI です。KDDI は朝方このように、これ冷やしチャートですけども、朝方高寄りしました。高寄りしたところで3446円と連日で年初来高値を取ってきました。ただ年初来高値圏に足元の株価があるということで、昨日発表された決算および業績予想で今日は材料で尽くしの売り物に押されています。冷やしでこのような大陰線となっています。KDDI については17年3月期営業利益ベースで 6% の増益を見込んでいます。さらに自社株買い、こちら発行済み総数の 1.5% の自社株買い、そして発行済み総数の 2.6% の自己株償却など、需給が改善するような株式政策も発表しています。増益と自社株買い等を発表していますが、さすがに足元高値圏ということで今日は売り物に押されています。一方で同じように増益見通しと自社株買いを発表しているのが8252小売セクターから丸井グループです。丸井グループ17年3月期については営業利益で 11% 増益で着地、そして自社株買いは発行済み総数の 4.1% 買い取るということであります。KDDI と同じように増益予想、そして自社株買い発表しています。こちらは株価の方にはポジティブに効いています。今日はこのように窓を開けて上っ離れて買われています。午前中の終値の段階では 6.9% の上昇で終えています。以上、東証アローズよりお伝えしました。